函館工業高等専門学校は、北海道函館市に所在する国立高等専門学校。略称は、函館高専、函館工業高専、バコ線、NIT、函館カレッジ、ニスク。旧英称は、函館ナショナルカレッジオブテクノロジー、HNCT。函館市東部の丘陵地に位置し、函館空港と足湖の距離にある。離着陸する。 航空機内及び空港アクセス道路からは、高専キャンパスを目にすることができる。1962年の高等専門学校第一機構としての設置以来40年を経て、北海道南部における唯一の工学系高等教育機関としての地位を確立し、それに加えて、函館市の主導する函館水産海洋都市構想における学術研究部門を担っている。 本科山岳科と専攻科に専攻を要し、1000人を超える学生が在籍している。在籍する学生は、東南地方をはじめ、青森などの北、東北や石狩地方など、様々な場所から集まる。南寺が夢を持て大使を抱け力強かれ技術者に、必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、 実践的研究水準の向上に努め、道南地域唯一の総合的な技術系、高等教育機関として均衡ある発展を図る、創造力と実行力を持った技術者専門技術に関する基礎知識を持った技術者情報技術を活用できる技術者社会の歴史や文化、技術者倫理を理解して行動できる技術者多面的な、コミュニケーション能力を持った技術者問題解決の、 ためのデザイン能力を持った技術者構内に設置されている施設は以下のものがある。この他に独立した建物を持たないものの以下の組織が設置されている。ありがとうございます。